クルブデポルティボ、ミランデスは、スペインミランダでエブロに、本拠地を置く、サッカークラブ。1927年5月3日設立。6000人収容のエスタディオアンデューバを、ホームスタジアムとする。2019から20シーズンは、ラリーガのセグンダディビシオンに所属している。創設時の選手 CD ミランデスの起源は20世紀まで、遡ることができるが、 1917年創設の ED ミランです。1919年創設の SC ミランです。1919年創設のデポルティーボ SC。1922年創設のミランダ UC などが直接の前身であるとされる。CD ミランですは1927年5月3日に設立され、6月4日のセイントジョン・オブ・ザ・マウンテン。 フェスティバルにおいてアラバーラと初試合を行って1から0で勝利した。1944年から1977年まで CD ・ミランデスは3シーズンを地域リーグで過ごした。他は完全にテルセーラ・ディビションに在籍し続けた。1977年にセグンダ・ディビション B が新設されると CD ・ミランデスはセグンダ・ディビション B に登録された。 1977から78シーズンから5シーズンの間セグンダディビシオン B に在籍し、1977から78シーズンと1978から79シーズンの2度、セグンダディビシオン昇格プレイオフに出場した。1977から78シーズンのコパデルレイでは、マリオ・ケンペスラを要するバレンシア CF と対戦し、2から4で敗れた。 この時代には、後に、レアルマドリードに、選手、監督の両方で在籍することになるミゲルアンヘル、ポルトゥガルが CD ミランデスでプレーしていた。1986年には、ラリオハ州サッカー連盟の設立に加わった。3年後の1988から89、シーズンには23歳のフアンマヌエル・リージョ監督を、養子・テルセラ・ディビシオンで優勝して、 クラブ初のタイトルを獲得した。その後は、セグンダディビシオンビートテルセーラディビシオンを行き来し、時には地域リーグでプレーした。2006から07シーズンと2007から08シーズンのレギュラーシーズンでは2シーズン連続で1位となったが、プレーオフで敗れて昇格はならなかった。2008から09シーズンは2位だったが、プレーオフでは、 ヘレスインドストリアル CF を2試合合計4から2で下し3度目の正直でセグンダディビシオン B 昇格を果たした。2011から12シーズンは開幕から833分間失点を許さず17節までシーズン無敗を継続した。同シーズンのコパデルレイではラウンド32でプリメーラディビシオンのビジャレアル CF を倒すと ラウンド16では同じくプリメーラ・ディビシオンのラシン、サンタンデールを準々決勝ではやはりプリメーラ・ディビシオンの RCD s パニョールを撃破し、準決勝に駒を進めた。セグンダ・ディビシオン B 所属のクラブが準決勝に到達するのは2001から02シーズンの上フィゲラス以来であり、大会史上2度目の快挙だった。クラブ史上初となるセグンダ昇格を達成。 2012から13シーズンは15位、2013から14シーズンは本来降格となる19位だったが、レアル・ムルシアが財政難で降格したために残留となった。2018から19シーズン、2年ぶりとなるセグンダ、リビシオン復帰が決まった。また、二部再挑戦のため、現役時代、アスレティック、ビルバオなどで活躍したアンドニー・イラオラを監督に置くことが決まった。 カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。ありがとうございます。